よく生きるっていうのは大事というよりか一番重要なのは人間が生まれて死ぬまでよく生きると。でこの直島もそうですがベネッセの教育もよく生きる。でこの今の直島もここへ来てよく生きるというのはどういうことなんだというのを考えるところなんですね。だから今の世の中にはよく生きるということを書物とか誰かの考えを聞いて吸収しようと、それみんな間違いなんだ、うん、そんなことを聞いてもね、本読んでもそんなことの答えは絶対ない。やっぱり自分で考えないとダメなんだ、うん、そうですね、自分で考えないかんので、うん、教育っていうのはや難しいことを自分でやり遂げてまた見える世界があるのに、今はひたすら、まあ、詰め込み教育でやるから人間が新しい世界を切り開かない子どもたちがいっぱいできるんですよ。地球の人口が今70数億なんで9億ぐらいになると言われてるんですが、まあ、食料なくなる、資源なくなる、エネルギーなくなる、あとはやっぱり頭なんですね。そこのところをやっぱり考えていかないかんのではないか。そのためには現代美術って結構面白いですからね、さーっと世界を切り開いていけるもんだから結構意外と面白いかなと。その、まあ、一番根っこの部分ですよね、よく生きるとか、うん、何が幸せだとか、ね、うん、地域とはどういうもんだとかね、そういうこと根っこを考えるという場所としてはいい場所だと思います。まあ、そうですね。